胃食道逆流症とは、胃酸逆流とも呼ばれ、胃の内容物が食道に侵入する慢性的な状況であり、症状や合併症を引き起こしうる。症状には、口内の酸味、胸焼け、口臭、胸痛、嘔吐、呼吸障害、歯の摩耗などがある。合併症には、食道炎、食道狭窄、バレット食道などがある。リスクファクターには、肥満、妊娠、 喫煙、劣行ヘルニア、特定の薬の服用がある。関与する薬物には、抗ヒスタミン薬、カルシウムチャネル遮断薬、抗うつ薬、睡眠薬がある。胃酸逆流は、胃と食道の接合部にある下部食道活躍筋の不十分な閉鎖によるものである。単純な方法では改善しない患者には、胃カメラ、上部消化管 X 線、食道 PH モニタリング、 食道内圧測定などの検査がなされる。治療法には、ライフスタイル改善と薬物がある。これらの方法で改善しない人のための手術もあり得る。ライフスタイル改善には、食事後3時間は横たわらないこと、ベッドの頭を上げること、体重を減らすこと、症状を引き起こす食物を避けること、喫煙を止めることなどである。医薬品には、 生産薬、H2 ブロッカー薬、プロトンポンプ阻害薬、運動促進薬がある。西洋では人口の10から20%がガードの影響を受けている。面倒な症状や合併症のない、時々の移植動逆流が最も一般的である。ガードの古典的な症状は、1925年にフリーデンワルドとフェルドマンが胸焼けと、 劣行ヘルニアとの関係について言及したことが最初である。1934年には、胃腸専門医のアシェル・ウィンケルシュタインが逆流について言及し、その症状は遺産に起因すると考えた。成人におけるガードの最も一般的な症状は、口内の酸味、逆流、胸焼けである。あまり一般的でない症状には、円滑、喉痛、唾液分泌の増加、 吐き気、共通、咳がある。ガードの治療には、食物の選択、ライフスタイルの変更、薬物療法、手術などがある。最初の治療は、オメプラゾールなどのプロトンポンプ阻害剤を使用することが多い。いくつかのケースでは、ガード症状は市販薬の服用で管理できる。これはしばしば処方薬を服用するよりも安全で安価である。一部のガイドラインでは、 費用と安全性の懸念から、プロトンポンプ阻害薬を使用する前に、H2 ブロッカー薬で症状を治療することを推奨している。特定の食品はガードを促進する、可能性がある、ほとんどの食事介入は、効果が少ない。いくつかの証拠は、糖の摂取量を減らし、繊維の摂取量を増やすことが役立つことを示唆している。特定の食物を避け、横になる前に食事をしないことは、 ガード症状のある人に推奨される。ガードを引き起こす可能性のある食品にはコーヒー、アルコール、チョコレート、脂肪分の多い食品、酸性の食べ物、辛い食べ物などがある。ガードに使用される主な薬物はプロトンポンプ阻害薬、H2 ブロッカー薬、生産薬である。酸抑制療法の使用はガード症状に対する一般的な対応であり、多くの人は 実際の症状以上に、この種の薬を服用している。しかし酸抑制の過剰使用は、副作用とコストのために問題である。プロトンポンプ阻害薬オメプラゾールなどの、プロトンポンプ阻害薬が最も効果的であり、ラニチジンなどの H2 ブロッカー薬がそれに続く。1日1回の P が、部分的にしか効果がない場合、1日2回使用できる。 食前30分から1時間前に摂取する必要があります。P 薬間に有意差はない。これらの薬剤を長期間使用する場合は、最低有効量で服用する必要がある。また頻繁に問題のある人に症状が発生した場合のみで服用することもある。H2 ブロッカー薬は約40%の改善をもたらす。生産剤生産剤の証拠は弱く。 約10%の利点がありるが、生産剤とアルギン酸の組み合わせは症状を60%改善します。メトクロプラミドは副作用懸念のため、単独、または他の治療との併用は推奨されない。運動促進薬モサプリドの利点は控えめである。欧米の人口では、ガードは人口の約10から20%に影響を及ぼし、0ン4が、 新たに症状を発症する。例えば、カナダでは、推定340万から680万がガード患者である。先進国におけるガードの有病率は、年齢と密接に関連しており、最も一般的に影響を受けるのは60から70歳の成人である。米国では、所定の週に20%の人々が症状を示し、毎日では7%の症状がある。 ガードに関する性的優位を裏付けるデータはない。ありがとうございます。